そんなアリスはバラの花、いかれた男に打ち殺されて、真っ赤な花を一輪咲かせ、みんなにめでられ枯れてゆく。三番目アリスは幼い子、綺麗な姿で不思議の国、いろんな人を惑わせて、おかしな国を作り上げた。そんなアリスは国のちょっと一筆な夢に取り憑かれて、口ゆくかなたに怯えながら国を頂点に君臨する。森の紅葉をたどったり、花の木の下でお茶会、お城からの招待状は、はっぱのトランプ。四番目アリスは双子の子、好奇心から不思議の国、いろんな扉をくぐり抜けて、つい先やってきたばかり。気の強い姉が賢い弟、一番アリスに近かったけど、二人の夢は覚めないまま、不思議の国をさまよった。